霜の巨人の王、スリウムが飛んでくるロキを迎える場面。1871年にイギリスで発刊された書籍の挿絵より、スリウムは北欧神話に登場する霜の巨人の王である、トールのハンマー、ミョルニルを盗み出し、引き換えにフレイヤを要求する。コエッタのスリウムの歌は次のような物語を伝えている。霜の巨人であるスリウムは、トールのハンマーを盗み出す。 当てをつけて尋ねてきたロキに交換条件としてフレアを妻にすることを要求した。悩んだ神々はヘイムダルの案でトールを助走させ送り込む。そしてロキはその次女に化けてスリムをうまくごまかし、すっかりそれに騙されたスリムは助走したトールの膝にミオルニルを置いてしまう。そうなった以上スリムに抵抗する術はなく結局は殴り殺されてしまう。またスリムには 姉がいたが、トールらに持参金を求めた彼女も、当然同じ運命をたどる。山のような宝石、うずく積まれた金と銀を持っている。また、牛小屋には、黄金の角を持つ牛と、真っ黒な目牛を持っている。彼にとっては、フレイヤを除くすべてのものを持っていると感じている。ローランス・フレイリクが描いた、トールがスリムを攻撃する場面。この神話の資料になる、唯一の死は、 スリムの歌で、小エッタの王の写本の一部。しかし、スノーリ・ストルルソンはこれを三分のエッタには入れなかった。それは、スノーリ自身がこの詩を作ったからだとも言われている。ありがとうございます。